はい、今日の一品です。まずはごぼうをささかきごぼうにしていきます。そしたらまずベーコンを重ねて、まず半分にしていきますね。そしてベーコンを並べて焼いていきましょう。ベーコンの塩分があるので、ここで胡椒のみ。パラッと振りかけていきます。ベーコンが裏表焼けたら、チーズを失礼チーズを乗せて、さらにこのベーコンを上に重ねていきます。ちょうど4つチーズサンドができる感じですね。はい、これを剥がして4等分にしていきましょう。はい、その間にごま油を敷いて、アク抜きをしておいたごぼうを炒めていきます。ごぼうがしんなりしてきたら、塩コショウで仕上げをして、まずは切り口を、目安を穴を開けておきましょう。そしてご飯をのせて、先ほどの切り目に目安の線をご飯に付けていきます。そして先ほどのベーコンチーズを乗せて、ここでマヨネーズですね。はい、先ほどのこんがり焼いたごぼう、さらにマヨネーズをのせて、ここで、すいません間違えました、ご飯をのせるのを忘れてました。
これでいつものようにんだら完成です。はい、あとは裏返してなじませます。あとはもう一度ボリューム感を出すために今度は ごぼうを乗せた後さらにマヨネーズを乗せて先ほどのチーズを挟んだベーコンまたもう一枚サンドしていきます。あとはご飯を乗せて包んだら完成です。マヨごぼうのベーコンチーズおにぎらず。今日は娘と二人でお送りしました。お弁当にちょっと早かったですねお弁当にどうぞ。